紹介します。はい、ティンクルのピンク担当、高校2年生17歳の瀬織美月です。よろしくお願いします。せーのもっと元気ですね。せーの元気なくなった。はい、ありがとう。はい、ティンクルの水野担当、迎える中学3年生の14歳です。よろしくお願いします。せーのありがとうございます。私たち目指せ一等生、ティンクルです。よろしくお願いします。はい、告知させていただきます。私たちは明日も明後日もここソレでライブをさせていただきます。イエイイエイイエイ。もうみんな疲れてるかな今日はね。そう、お盆はね、ずっとソレでライブさせていただいて、はい、16日にサルがお祭りになるらしいのでね。らしいよ。そう、サルお祭りになるらしいから皆さんね、ぜひ遊びに来てくださいね。なんか楽しいらしいよ。ちょ、聞いて聞いて、その話。そう、この人も分かってないからダメです。ダメ、はい、ダメエリア、みんな出て。はい、皆さん元気ですか。イエイ。はい、8月10日、みのりさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。最近ね、すごく仲良くさせてもらってる。そう、なんかさ、知らない間にさ、知らない間にさ、なんかアイドルさんと仲良くなってるって。え、でも待って、そう、すごく仲良くなってると思うんだけどね。あ、もう聞いてない聞いてない。そう、仲良くさせてもらってて、いろいろ話も聞いてもらってたりするんですけど、はい、私の心の支えです。お母さん、おい、心の支えです。今かき氷作るから私たちに。はい、かき氷作るらしいです。はい、はい、かき氷忙しい人からね。めっちゃ音鳴ってる氷の。めっちゃ寒い。はい、ということで、今年でね、今年でじゃないですけど、そう、今日このライブ101回目です。あ、そう、101回目のプロポーズみたいなさ、ライブじゃないですか、DVD だったよね。いや、ってことで101回目のライブなので、皆さん盛り上がっていってください。いいですか。ね、朝は100回目だから盛り上がってって言ってさ、夜はさ、101回目だから盛り上がってって言ってさ、わがままでしょ。じゃあ明日は102回目だから盛り上がって。そう、ということでね。はい、で、次の曲の説明をさせていただきます。イエイイエイ。サビで移動するところがあるんで、ネタバレするなって。サビでね、左右に移動するところがあるので、はい、皆さん、ちょっと今日人数いっぱいいるから、そう、だから移動してほしいな。いいですか。いいですか、こちらの方々も。もうちょっとみんな前に来て。いいですか。じゃあもうちょいこっち。はい、みんな前に来て、座ってる人立って。あ、いいわ。そう、浴衣今日みんな来てるね。ね、ゆらも浴衣着たいし。めぐりさん、めっちゃ可愛かった。可愛かった。めっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かった。いいか、先取りしたぜ。フライングゲットしてきた。はい、それでは次の曲いきたいと思います。聴いてください、ステッパーの子。世界は変わってるのに、早くても駄目だって見えるべき
頂きたいと思います。聞いてください。来た